私は対シャドウ兵器、戦うためだけに生まれました。そんな自分がダンスという平和的な行為に挑戦できるのはとても嬉しいことです。何分初めての経験です。今回のための装備が必要と考えます。名付けるなら対シャドウ特別制圧兵装7式武闘用武装が世界初戦って踊れる最終兵器を目指すであります。驚くのも失礼だが、君は本当に人間そのものだな。私は皆さんと一緒に楽しく踊りたいと思っただけです。よし、ゴングだ。余興といえど手は抜かんぞ。すでに手応えは掴んでいる。やはり全てはリズムだ。となればボクサーの俺には話が早い。ボクシングをはじめとする格闘技ではリズムが重要だ。リズムに乗れば余分な力が抜ける。だが一口にリズムを保つといっても、すまん、つい熱くなった。ダンスの話だったな。真田さんの動き僕も真似できないかな。勉強させてもらいます。よし、ついてこい。最初から飛ばしていくぞ。ライディーズ and ジェントルメン、今回皆様をご案内、あ、いえ、プロデュースさせていただくのはこの私、その名をエリザベス、通称エリピーとお呼びください。ビバ皆様、ブラボー皆様、クラブベルベットよ永遠なれといった風にP という立場を抜きに堪能させていただいております。奔放な妹を持つと苦労するわ。これはお姉様、大いに張り切って参りましょう。リラックス、私の番、行きます。みんなでダンスなんて部活みたいで楽しいって。私ずっと文化部だから運動部ってちょっぴり憧れてたの。私精一杯応援するから。もちろん私も踊るよ。でもやっぱりみんなの応援もしたいなってね。じゃあ決まり、私今からダンス応援部の部長です。意外とノリいいんだよな、風花は。愉快な時間をありがとう、純平くん。案内ぜ。スター伊織純平、彗星のようにデビュー。俺っちがモテるのは言わずもがなだろ。それこそ街中でステップなんか踏んだ日にゃ女子たちの熱い視線を浴びまくりよ。誰かに楽しんでもらうにはまずは自分が楽しくなくっちゃな。テレッテッテー、純平の人気がさらに上がった。たーや、俺のスターっぷりはだいぶ突き抜けてきたろ。まだ満足してもらっちゃ困るぜ。こっからさらに本領発揮を。純平のダンスか。楽しそうだね。ほう、あたぼうよ。せっかくなんだし、何の出番ですね。任せてください。悪いですけど、僕あなたにだって負けるつもりないですよ。ダンスならスタートラインは全員一緒です。頑張ったら僕だってきっと。ヒーローの動きってほんとすごいですから、あの迫力とかっこよさにはしびれちゃいます。って友達が言ってました。してたのはあくまでダンスの話で子供っぽい話じゃないですか。天田くん、意外とそういうの気になるんだ。大人ぶらなくていいのに。別に大人ぶってないです。さあ開演だ。社交ダンスならまだしも、こういった世俗的なものには縁がなくてな。それでさえただ形式をなぞっただけ。人前で披露するギリギリのものだ。皆の前で踊ることは構わない。人前に出るのはある程度慣れているからだ。ただどうにも落ち着かないのが服だ。ステージ衣装は普段の服装とかけ離れているものも多く、あまりに大胆というか。お、なかなか似合ってるじゃないか。まさかお前と踊るとはな。悪くない。セリスカクイーン。あ、違った。まあ当たって砕けろって感じかな。音楽好きだし
ダンスの PV とかも見るよ。あとはチア、ああいうかっこいいのちょっと憧れてた。私のダンス結構様になってきたと思うんだけど、どう？てか私そんなに変わったかな。あんまりジロジロ見るのとか禁止で。うん、すごいよね、ゆかりちゃん。どんどん上手くなっちゃうから。褒めすぎだって。ま、期待してくれてる証拠。任せて、出番だね。素敵ですね。オッケー、いい感じ。都市名どうも、スターの出陣だぜ。ミッション開始します。珍しい衣装ですね。出番のようだな。いいリズムだ、任せておけ。いいじゃないか。あの、似合ってますか。目が離せませんね。ちょっと子供っぽくないですか。あら、かわいい。え、なんかイメチェンしてる。アイギス人じゃないですよ。人じゃないの。うん、ロボット。お任せください。まあそうです。あ、ロボット。わかりやすく言えば、わかりやすく言えば、まあ、いろんな悲しい物語があるんだよ。それはもうやって、ね、確かに確かに。アニメもあるから、アニメでもいい。気になっちゃう、すごい。アンドロイド。アイギス、行きます。さて、一体どんなステージになる。かっこいい。曲めちゃくちゃかっこいいな。早くね。早い早い早い。やばい、頑張って。早くないですか。この曲めっちゃかっこいい。早いんですけど、あのそればっかりはあの曲の都合なんでしょうがないと思ってください。まだまだ。あ、でも全然できる。早い方がうまい。簡単かもね。早い方が自分に飛びやすいっていうのはあるもん。いけます。かっこいいステージ。いや、すごいですね。いいですね。見せてくれよ。Okay. はい、君の記憶。泣くわ俺。泣きますよね。これは目黒さんのセルフリミックスですね。いやセルフリミックス。風の音がわ超綺麗なんだけど。しかもこれ目黒さんがあのセルフリミックスっていうね。おお、なんだ、孤独だ。4人同時に。いやすごい。アイドルユニットみたいな。ですね、ユニットのような。あー、最高ですね。PRS48。一応コンセプト的にはあの、パフューム風。あー、確かに。なるほどね。あー、ロボタさんは上手いですね。やるねー。もう慣れてますね。ロボタさんはね、あの、我々と関わるようになってから、ガッツリゲーマー遊べたんですよ。なんかゲーマーですよね。そう、ゲーマーになっちゃって結構ね、こうしっとりとした感じですね。いろいろ悪い遊び教えちゃったからな。行きます。じゃあいいですよ、これで始めてもらおう。これ、ゴーネクスト。ゴーネクスト。ゴーネクスト。はい、イケメンじゃん。はい、始まりました。大丈夫？どこのボタン使うのこれ。あ、でも出ますよ、もう画面に右左ところだね。画面に右左。はい、あのこうなんですか、どのボタン押せばいいか。自分を信じて。まだできる。スタローっていうここやつ。これスタローなんだ。スタローイケメンってみんな言ってる。人気キャラクターなんだ。まあ、あの目隠れてるからキタローなんでしょう。あ、そうなんですね。え、これはこれはスイン。まあ、押しっぱでしょ、押しっぱ。見えてるやん。いや、待って、忙しい。あ、でもちゃんと今パークに出てますよね。いや、忙しいです、これは。左上のそして今の輪っかに関しては真ん中のレバーを弾くといいですね。真ん中のレバー。これ僕は今残念。難しいよ。そうね、コメントで今あのやっと来たね。操作を教えてやる。操作を教えなくてもこれぐらいはプレイできるところはいい。どう？ここに入ったか。え、ショーパンツ。はい、わかりました。お、ショーパンツよ。ショーパーや。ショーパンツな。うん、わかる。マジでいいね。いいショーパン。まあ、私は少年。あ、そしてさっきの2人がここは後ろで出てきますね。出てきますね。ショーパンツ。僕の出番ですね。僕の出番ですね。鉄や小林リミックス。この仕方がいい。わかりました。行ってきますね。あ、めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいい。出た。さっきのモルガラも踊れませんでしたけど、こんなに踊れる小学生も多分いないですよね。小学生？え、めっちゃかっこいい。小学生。成長すると超イケメンになる。あ、これがイケメン。道具入りだ。なるほど、そうか、ゲームキャラだったら道具入りもあるのか。何これ、かっこいい。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 
槍を使っての演武とかありましたね、武道にはね。やっぱりかっこいい、いいアングル。いいですよ、これ。遅くなって。おー、かっこいいよ。まさかの当て振り。かっこいい。だから、頑張っていけますよ。ちょっと、まあ、普通になっちゃったけど行こうか。よし、ちょっと集中してやるよ。実際に遊んでいただきたいと思います。 OK、 サクッと片付けるぜ。片付けるぜ。イオリにはぴったりの舞台だ。わーわー言ってます。お、これは影時間前。影時間、影時間のタグタロスの前ですね。あらよ、リミックス。広がっていくあの星みたいな、あれがタイミングよく外側のターゲットに接触で1個ボタンを押してしまう。あと輪っかみたいなのがこう飛んでくるんですけど、これはスクラッチリングって言って、あのやっぱり枠に来た時にタイミングよくアナログスティックを弾くと。あ、衣装とかもこれは、ここでは変えられないんですよね、今日はね。設定がありますから曲とか条件とかいろいろあると思いますけども、ダウンロードコンテンツとかいろいろあると思いますが、始めよう。お、すげえ、かっこいい、かっこいい、かっこいいですよ。何で初めてだけど、かっこいい、これはかっこいい。曲がすごくすごいですね。これまだまだだ。お、わ、これかっこいい。わ、難しそう。こっちが難しくない？輪っかはあの、まあリズムが取れない。この曲めっちゃいい。お、もうすでに音楽に反応する。かっこいいですよ。まあ、フルスはほぼ神曲。いや、いいですね。あ、今日それが楽しみな人はこの後存分に楽しめます。あの、今日あの DJ プレイとかあったりします。お、楽しみに待ってください。